どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、もう間近に迫ってまいりましたね。12月10日箱根駅伝エントリー発表。いやー、このね、16人に選ばれるのは果たして誰なのか。いやー、ほんとね、緊張感高まるところなんですけれども、今日はですね、もうこの登録メンバーをね、通り越してね、もう青山学院大学の、もう区間オーダーを僕も予想しちゃおうかなと。まあ、あんだけね、テレビや雑誌で区間オーダーこれだみたいな感じで言ってるんで、ここは僕もね、予想しなければいけないというところで、はい、しっかりと青山学院大学区間オーダーを今日は発表したいと思います。1区ですね。はい、1区こちら。いや、もう皆さん分かってるでしょ。もう雑誌でもこれなんで。はい、もう鈴木選手、これは間違いない。はい、鈴木選手来ますよ。やはり世田谷でのね、ポール・クーラ選手にしっかりとついていき、まあ、最後は離されましたけれどもね、もう序盤からのハイスピードにも対応ができる。ね、こちら。まあ、今回はスローペースなんじゃないかなっていうね、ところもありますけれども、6号橋からのね、切り替えも鈴木選手できてくれるんじゃないかなと思いますね。まあ、しかも1万メートル記録挑戦会での記録もね、もうすごかったですから、他はもう1区、もう鈴木選手で間違いないでしょ。はい。そして2区は、もう当然ですよ、こちらも。エース一色たし。もう間違いなし。いやー、やっぱりね、原監督もなんだかんだ言いながらですよ、やっぱ序盤で独走態勢で持ち込みたいんですよね。はい。まあ、今回接戦になるんじゃないかとか言ってますけれども、やはり、なるべく早めに独走態勢で持ち込んで、ね、後続と1分2分差をつけて、今気持ちよく走らせたい。あげたいと。で、もう設定タイムをクリアするだけでいいレースにしたいと思うんですよね。まあ、その辺でやはり2区に当然、一色選手を持ってきて、後続をね、突き放しにかかるんじゃないかなと思ってる。あと、経験値もありますからね、一色選手はね。もう後半の粘りですよね。あそこでもしっかりと、走ってくれるんじゃないかなと思います。そして3区。いや、もうね、他の大学にね、とどめを刺す選手、もうこちらの選手、田村克樹。もう間違い。今年の駅伝男。もうこれは本当ね、やってくれますよ。しかも田村選手は前回、前々回と区間賞を取ってますんで、3年連続区間賞、そして3大会連続、しかも箱根駅伝を含めれば4大会連続区間賞もありえますからね、3大駅伝。頑張ってもらいたいなと思っております。そして第4区に。いやー、もうね、お昼を過ぎまして、かなり気温も高くなってくるというところで、やはり原監督もね、この絶対の信頼をね、ここ下田優太選手、持ってきちゃいましょう。でも今回ね、4区は距離がね、メガネスーパーから2キロ、3キロ伸びてますんで、こちらの、しかも、ちょっと上りなんですよね。ここをしっかり走れる選手といえば、もう、下田選手を置いて、他にはないんじゃないかな、というところですね。まあ、こちらもね、下田選手で頑張ってもらいたいなと思っております。そして運命の5区、山登りのスペシャリストは誰なのか。梶谷選手であったりとか、あと日本大団をね、優勝した笹永選手であったりとか、出てますけれども、僕はやっぱりね、夏から原監督が推していた吉田選手をここで持ってきたい。吉田選手をここでね、持ってきたいですね。もうこの吉田選手が走ってくれればですよ、3年間山登りは心配しなくていいわけですから、しっかりとね、育成にも力を注げるんじゃないかなという感じですよね。やっぱりね、これ山で計算ができる選手が欲しいんですよ。どこの大学もね。そこでやっぱり吉田選手には、まあ、経験値も踏ませる上でですね、まあ、しかも身長と体重がなんか亀の選手とほぼ同じらしいんですよね。体重なんか46キロですから、僕と20キロも違います。このね、軽量、この軽さはね、強みなんじゃないかなと思っておりますのでね、この吉田選手にはしっかりと、箱根の山登ってもらいたいなと思います。いや、もうね、ここはね、ほとんど同じなんですよ、やっぱり考えることはね。まあ、多分サプライズはそんなにないんじゃないかなと思ってますんでね、まあ、区間オーダーどうなるか分かりませんけれどもね、まあ、明日は、復路の区間オーダーをしっかりと、やっていきたいなと思っております。ゾウチャンネルでした。